大家好、欢迎来到财商天下。我是然。海底楼は中国大陸ではとても有名な火鍋チェーン店で、海外にも多くの支店があります。おそらく中国の都市部に住むほとんどの若者が食べに行ったことがあるのではないでしょうか。しかし最近、海底楼のバンクーバー支店に備え付けてある監視カメラが話題になり、これではゆっくりと食事を取ることもできないと嘆かれています。 カナダのバンクーバー支店にはたくさんのカメラが設置されていて、その映像が中国に送られてくるそうです。これは人にとても不快感を与えます。驚きや怒りを覚えるかもしれません。やはり食事をするということはプライベートなことであり、海底楼に行くときにはただ火鍋を食べるだけでなく、家族や友人と思い出話をしたり、談笑しているかもしれません。 しかし食事をしただけなのに知らず知らずのうちに自分が録画された映像の主人公になり自分の姿や発した言葉が全く知らない人に研究されるかもしれませんそれを思うと何を食べたのかもわからなくなり後々恐怖を感じるかもしれません実は数日前私たちの友人数人がこの会社は非常に成功した企業だが ただの火鍋チェーンであり、テクノロジー企業ではないので、中京にとってはあまり利用価値はない。でなければ、アリババやテンセント、バイトダンスのように、中京にビッグデータを収集され、中国人や外国人を監視し、追跡するのに利用されていただろうと話し合っていました。しかし、思いもやらぬことに、現在このようなニュースが明るみに出され、 中教の支配と浸透は本当にどんなところにも入り込んでいると実感させられます。さて、前置きが長くなりましたが、今日はこの海底楼についてお話ししましょう。この監視ゲート、監視事件については、インドメディアサンデー・ガーディアンが4月17日に報じていました。報道によると、海底楼バンクーバー支店のマネージャー、ライアン・パン氏は、 中国の社会信用システムの規定に基づき、本社から60台以上の監視カメラの設置を要請されたと述べています。当店には30台のテーブルがあるので、1テーブルにつき2台の監視カメラが設置されたことになります。なぜこれほど多くの監視カメラを設置しなければならないのかという質問に対して、パン氏は、監視カメラは従業員が、 会社の規範を遵守して仕事をしているかどうかをチェックし、さらに特定の人を追跡するためにも使われているとしました。また映像の一部は中国に送られると答えましたが、同マネージャーはその理由を説明することを拒み、機密であることだけ明かしました。海底楼は2018年にカナダに上陸し、現在はトロントとバンクーバーに 少なくとも4つの店舗を構えています。バンクーバー支店は逮捕されたファーウェイの美人経営者、モー・バンシュ CFO の住宅やバンクーバーの中京領事館の近くにあります。では、中国の社会信用システムとは何でしょうかこれは中共政府が2014年に開始した社会全体の誠実さや 信用力を高めることを目的とした計画で、2020年末までに基本的に完了し、報酬と懲罰の仕組みが全面的に運用されています。しかし、これは多くの先進国の金融機関における予信格付けとは異なります。中国大陸の社会信用データは主に政府部門や社会団体などが 監督管理やサービスを行う過程で取得しており、顔認証技術やビッグデータ解析技術を採用した大規模な監視システムと密接に結びついています。そのため、この社会信用システムは個人の合法的な権利と自由、特に名誉、プライバシー、人格の尊厳を損なうものとして外部から深刻に疑問視されています。現在、 この中国の社会信用格付けシステムは海外にも拡大しており中国系カナダ人や中国と関係のある企業だけでなく全てのカナダ人のプライバシーと安全をも危険にさらしています日本やアメリカなどのその他の視点にも監視カメラが設置されているのではないでしょうか実際今年の2月には北京にある海底楼のほとんどの店舗が 個室に有線テレビ監視カメラを設置し、食事中の顧客の言動をすべて記録していたことが中国メディアで報じられ、当時多くの批判が寄せられました。報道によると、一部の店舗では個室に2台のカメラを設置しているところもあったにもかかわらず、店内には何の掲示もなく、スタッフも有線テレビ監視カメラのことを顧客に伝えていませんでした。 また、海底楼以外にも、北京の多くのレストランが個室に監視カメラを設置しています。もちろん、中共の監視場所として海底楼が選ばれたのは、その人気の高さゆえに意外なことではないと思います。特に疫病が流行する前は、店の前を通るたびに、外で行列をなしている人たちが見えました。 1994年に設立された海底楼というブランドは20年間で世界的に有名なレストラン会社に成長しました。2020年末には全世界で1298店舗に拡大し13万人以上の従業員が働いています。しかし中国以外の国には93店舗しかなく全体の7%しか占めていません。 海底楼の創業者である張勇氏は、四川省関陽市の農村出身で技術者養成学校を卒業し、3回事業を起こして3回とも失敗した後、1994年に妻ともう一組の夫婦とともに海底楼を設立し、ようやく成功を収めました。また、張勇氏の家族は2018年にシンガポール国籍を得ており、 フォーブスの発表では2019年から3年連続でシンガポールの富豪となっています。では、なぜ海底楼はここまで成功したのでしょうか創業者の超有志のお客様はテーブルごとに捕まえるという言葉は1日しか働いていないスタッフでも知っているそうです。これは良いサービスによって顧客が一人一人と獲得されることを意味します。 超有志は店を開いた当初、火鍋の作り方を知らなかったと言われていますが、火鍋の味が平凡でも、速やかに料理を出す、笑顔を増やす、顧客の靴を磨く、子供の世話をするなど、行き届いたサービスで補うことができることに気づきました。こんな例があります。ある日、海底楼の2階に住んでいるおばあさんが、 お店で食べた火鍋の辛いタレを褒めたところ、次の日、超有志は、一瓶の辛いタレをプレゼントしたと言います。また、ある店員は、顧客が風邪をひいていることを知り、ジンジャーエールをそっと持っていきました。食後に入り口でタクシーを拾えずにいたお客さんを見て、店長がすぐに車に乗せ、駅まで送ったという例もあります。とあるネットユーザーは、 1>, 1時間前にウェイボーでお腹が痛いと投稿したところ、数分後に海底楼から昨晩の海底楼火鍋とは関係がありますかお気分が悪いようでしたら、まず医者に診てもらってください。医療費を払い戻します。お見舞いに行きたいので住所を教えてください、などと声をかけられたと述べています。 実際、多くの企業がサービス第一、顧客第一という理念を知っていても、従業員の仕事への積極性を刺激することは容易ではありません。では、海底楼はどのようにしてそれを成し遂げたのでしょうか調子の答えはシンプルで、従業員をきちんと人として扱うことです。例えば、海底楼は店舗から徒歩20分以内の場所に、 不動産管理のされた団地の寮を従業員に提供しています。寮にはテレビ、洗濯機、エアコン、パソコンが完備され、清掃スタッフが定期的に掃除をしてくれます。海底楼はまた、係長以上の従業員の両親に毎月数百元の補助金を支給しています。また、四川省観葉市に寄宿学校を建設するために、 8000万元を費やし、すべての従業員の子供たちがそこで学習できるようにしました。次に海底楼は、己の両手で運命を変えることを従業員に奨励し、全部署を対象とした非常に明確な昇進制度を実施していることです。どの従業員であろうとやる気さえあれば、経営陣まで一歩一歩昇進できる機会があるとしています。 第3に、海底楼は都定制度を実施しており、これはボトムアップ式発展戦略の革新であり、分裂的に成長した鍵でもあります。そのために、海底楼では2タイプの店長の給与制度を制定しました。1つ目は、自分の店の利益の2.8%を受け取ることができる店長です。2つ目のタイプの店長は、 自分の店の利益の0.4%を受け取るだけでなく、都定の店舗の利益の3.1%と、都定の都定の店舗の利益の1.5%を得ることができるというものです。二つ目の給与制度では、店長の月給は10万円から12万円に、年収は最高で600万円、約1億円にもなります。海底楼では、 一年以上勤務している店長が辞職する場合、たとえ競合他社に引き抜かれたとしても、8万元が支払われます。超有志は海底楼で働くことはとても疲れるので、店長レベル以上に到達できれば、皆海底楼に貢献したといえ、故障されるべきだと説明しました。彼はまた、小さい地域のマネージャーが辞める場合、20万元を与え、 大きい地域のマネージャーが辞める場合、約800万元相当の火鍋料理店を送ると言いました。当時、営業17年目の海底牢には何百人もの店長がいましたが、海底牢からこの報酬を受け取ったのは3人だけでした。海底牢の大きな成功は、この人間性のある親しみに満ちた経営モデルによるものでした。 従業員が自らの価値を高め続けるよう励ますことで、企業にとっても最大の価値を生み出すことができるのです。海底楼が発展するまでの20年で、この経営モデルは実際に海底楼の各視点で大きな成功を収めました。当時の超有氏は資本や拡張に対して非常に慎重で、外資を受け入れていませんでした。 また、こうも述べています。投資銀行の資金を使うと、その計画通りに店を出さなければならない。しかし、ビジネスは人間と同じで、働くときは働き、食べるときは食べ、寝るときは寝るべきだと思う。毎年何店舗も出店したいと思ってできるわけではない。しかし、2017年からは海底牢の発展方法が変わり、 調子が突然の上場を決意し、出店を加速し始めました。その理由は、これまで海底牢を複製するより良い方法を見つけられなかったが、今それを見つけたと感じたからだそうです。その結果、海底牢の全店舗は驚異的なスピードで拡大し、2017年末の273店舗から2020年末には、 1298店舗と3年間で約4倍に達しています。しかし、この拡大速度とともに、改定楼に関するネガティブなニュースも増えていきました。従業員の辞職率アップ、待遇の悪さを訴える従業員、管理職の独断の行動、昇進や昇給の不公平さ一部の場所でのサービスの質低下などが相次ぎ、 さらに今年は監視カメラに関するネガティブなニュースも出ました。ただ、海底牢のトップである張有志には今でも好感が持てますし、企業の展開や運営方法を見ると良い人だと思えるのが正直なところです。張氏自身も自分は善良な方だと自己評価していました。実際、起業に成功した中国の民間企業家のほとんどは、 自らの才能と勤勉な努力によるものであり、尊敬に値します。しかし残念なことに、彼らが成功した後、しばしば中国共産党による利用のターゲットになります。様々な理由から中共に同調する人もいれば、不本意ながらも中共に拘束される運命から逃れることができない人もいます。 これは中国の民間企業家の悲しみと言えるでしょう。中には海底楼はシンガポールの会社で中国本土と何の関係があるのかという人がいますが、これは店舗の93%が中国にあるという事実を完全に無視しています。関係がないとしても中共の監視カメラは遠くまで行き届き、シンガポールでもバンクーバーでも